と、あの子が来てくれるよ。ずいぶん待ったけど、間に合いそうね。うん、大丈夫かな。大丈夫だよ。彼女を信じよう。そのために待ったんだから。いや、私たちが。頑張ろう。ここからが終わりの始まりだよ。うん、そうだね。頑張ろう。暑いね。ほんとほんと、やっと夏服よ。もう夏なんだ。結局冬服では一度も来られなかったな。いい加減前に進まないと。でも私はどこへ行けばいいんだろう。立ち止まってる場合じゃない。まずは職員室に行こう。職員室は2階だったはずだけど、どっちだっけ。ひとまず歩こう。
もちろん知ってるよ。バレエで有名だったもん。全校集会でもみんなの前で表彰されてたじゃない。そう。でも思ったより元気そうで安心した。思ったよりって足のこと。中学の卒業前に先生たちが話してるの聞こえちゃって。私知ってるの、ひなこちゃんが膝の故障でバレエやめたこと。推薦でこの学校の特待科に入るのが決まっていたことも、バレエをやめたから普通科になったことも全部。そう。もちろん誰にも言ってない。それで来ないから、まさか学校も辞めちゃったのかなってとても気になっていたの。だから来てくれて嬉しいの。一緒の高校に通えることが嬉しいの。もう踊れない私でも。うん。バレエを続けられない私なんてもう死んでるようなもの。そんなことない。だって幽霊は学校に来ないよ。私ね、中学の頃から
ひなこちゃんに憧れてたの。だからひなこちゃんと一緒の高校に通えて本当に本当に嬉しいんだ。嬉しいな。あの、私、危ない気がする。どうすれば。ここは。何なのこの場所。夢？でも夢にしては感覚がはっきりしてる。あれは。その指輪をしているあなたは戦えるはずだよ。これはこんなのいつの間に。さあ指輪に願いを込めて。それがあなたの力になる。願い？さっき死んでるようなものだって言っていたけど、まだ死んでいないでしょ？ここで死にたくはないでしょ？うん。その思いを力にするの。大丈夫。その指輪をつけることができた。あなたなら。さあ、急いで。わかった。
何これ、チュチュ。リフレクター、あなたの力よ。リフレクター、その力で敵を倒して。でも私はもう足が。それに力って何？まさか素手で戦うの？大丈夫、この力があれば現実の怪我は関係ない。あなたのその足も動くはずだよ。足が、膝が、痛くない。動く、動ける。それに今のジャンプ。さあ早く武器を出して。武器を出す。あなたの思いが力になると。その指輪に。右目と同じ青色の剣。青い目？な、何これ？それに髪も。大丈夫そうだね。負けない。やっ。負けない。魔法の力だ。頑張らないと。やっ。次も頑張ろう。すごい。
な風に動けるなんて。なんだろう、これ。何？嬉しいな。西田さんの声。西田さんの気持ち。ひなこちゃんが高校に来てくれた。また一緒の学校に通える。一緒の時間が過ごせる。嬉しい。これから楽しみだな。これ、さっき言ってたこと、あれは本当の気持ちだったのか。あのコンクールに出たとき、私もこんな気持ちだったかも。夢に見た舞台、すごい人たちと一緒に踊った時間。立場は違うけど、何かに憧れる思いは同じ。嬉しいな。今までのは夢？それにさっきまでの感じがなくなってる。お、何？いや別に。あと、その、ありがとう、西田さん。これから、よろしくね。さなでいいよ。私も勝手に、ひなこちゃんって呼んでるし。わかった。よろしく。私、先生に会わないと。それじゃあ、また後でね。時間がほとんど経ってない。もしかして夢だった？あれ？失礼します。というわけで、スタートが少し遅れちゃったけど、今日から一緒に頑張りましょう。白井さん、自己紹介をお願い。白井ひな子です。これからよろしくお願いします。じゃあ白井さんは、あの空いてる後ろの席に座って。はい。
じゃあ、ホームルームを始めます。これからよろしくね。連絡事項ね。もうすぐ文化祭の実行委員会が開かれるので、クラスの代表者を決めます。立候補か、まあ推薦でもいいよ。はい、白井さんがいいと思います。は？ゆずきさん、白井さんはまだ学校に来たばかりだからいきなりは難しいんじゃない？どの道みんな何かしらの委員会には所属しなきゃいけないじゃないですか。せっかくならみんなと関わる係になった方が学校になれやすいと思います。あっちのクラスも似たような感じだし、いいんじゃないですか。私とゆずきでサポートしますから。ライムさんまで。みんなはどう？別にいいんじゃない？賛成。できそう？はい。あれは何だったんだろう。明らかに日本じゃ。ううん、明らかにこの世界とは思えない不思議な場所。生物
なのかもわからない。敵、それと踊れなくなった膝が動いて、ありえないくらい体が自由で力が湧いてきて、しかもあんな姿に変身して、ほんと非現実的だよね。だ、信じられないけど、やっぱりあれは現実。ひなちゃんになったの？いいじゃん別に。あ、ゆずのことはゆずって呼んでね。ライムもライムでいいよ。それより早くお昼食べようよ。屋上行ってるから早く来てね。それじゃあ待ってるね、ひなちゃん。
四条ゆずきちゃんと四条ライムちゃん、同学年だけど双子じゃない姉妹なんだって。二人とも中学までは海外の学校だったみたいで、高校から日本に引っ越してきたんだよ。そうなんだ。長話しちゃってごめんなさい。お昼楽しんできてね。ありがとう。Thank you.